はいどうもこんにちは、ガロです。8月のシンデレラナインやっていきましょう。ということで皆さん、今日は八内キャラをエロい目で見る回でございます。イエイイエイ。ということでやってきましたね。はい、もうね、私ね、まあいろんな動画出してるんですけど、まあね、あのエロ系のねランキングっていうのはね、やってて一番楽しい。はい、でね、まあ今日ね、あのやる、まあタイトルとしましては、私ならそう見える、これって18禁なショットベスト5。はい、まあね、まあどういうことかと言いますと、まあね、まあ普通の人が見たら、まあ普通の、まあ普通のシーンなんですよ。まあ普通のシーンなんですけど、私変態オブ変態であるガノが見る限り、まあガノ的にはこれちょっとやばいでしょ、エロいでしょみたいな、うん、もう18禁クラスじゃないみたいな。そんな感じのショットを5枚集めました。はい。でね、順位が高ければ高いほど、まあ、エロいよっていう感じ。僕的にはこれエロいよっていう感じのエロさが増してるんですよね。はい。でね、そうそう。あのね、この動画をその作るにあたって、ちょっとね、過去のとある動画をね、ちょっと見返したいなと思って、どんなシーンチョイスしてたかなって思って、見返したいなって思ってて、で、まあ、ざーって見てたら、以前ね、その太ももショットランキングベスト5っていうのをね、やったじゃないですか。もうこれ多分半年ぐらい前だと思うんですけど、で、やったんですけど、これ再生数見たら、なんとね、1200回以上も再生されていたと。はい、まあね、僕のね、僕の規模での動画、まあ僕の規模のチャンネルで、まあ動画出せば、まあね、大体まあね、普通、まあ200前後ぐらいなんですよ。そんなもんなんですよ。で、まあちょっと多くて300ちょいぐらいとかで、まあ多い時で、まあ、500以上って感じ。まあその近辺なんですよ。それが1200回ってすごいんですよ、僕にとっては。まあね、過去の動画、まあそんなね、過去の動画っていうのはね、その、まあ見ないですし、うん。あと再生数なんて別にどうでもいいんですけど、まあね、ちょっと今回はね、ちょっと見返したい動画がある関係で、ちょっと過去の方ね、探りに行って、で、見かけたらそんなことになってたっていう感じなんですよ。でね、まあついでなので、ランキング動画で、その次に再生数多いのどれかなって見てたら、これまたエロいやつで、まあ私、ガノが選ぶ、エロいシーンベスト9ってやつですね。はい、でこの動画に関しては、エロいランキングのもう一番初めのね、ランキングなんですよ。もう初めてエロい企画としてやった、まあ、ランキングですかね。うん、まあね、それがね、まあ一応これもね、再生数4桁もまさかの言ってるというところですね。皆さんエロいの好きでしょ絶対。いや、まあね、男的にはね、そういうね、まあまあ女性をエロい目で見るとか、まあそういうエロいことを考えるとか、妄想だとか、そういうのって別に普通だと思うんですよ。うん。むしろね、そういうなんか女の人のね、可愛い人だとか、綺麗な人の女の人のなんかこう、おっぱいとか見ても何にも気になりませんとかってなる方が異常ですからね。うん。だからね、まあそういうね、男の差が的に、まあそういう健全な人が、方がね、見てるっていうのがね、非常に再生数に現れてるのかなというふうには思いましたけど。で、今後もね、全然エロ系のランキングっていうのは、やっていきますんで、まあそういうのが好きな方は、まあ楽しんでいってもらえたらなと思います。はい。でね、ランキングの方をね、発表していくわけなんですけども、まあ注意事項、いつも通りね、その注意事項としましては、まあね、この手のランキング、この手のね、動画に関しては、もう非常にね、まあ品がない、まあ下品なね、発言であったり表現とかがね、多くなります。はい。なので、まあそういうのが苦手な方は、ぜひね、視聴を控えていただくようお願いいたします。はい。ということでね。はい。ではね、早速なんですけど、第5位のね、方を、発表していきましょう。はい。第5位に選ばれたのは、外野手です。はい。外野手。で、外野手で、はい。選ばれたのが、はい。持ってませんけど、長井ちゃんでございます。はい。こちらの新カードなんですけど、まあ、僕持ってません。はい。そうですね。まあ、復刻が来るんですよね。うん。
まあ、復刻が来るんで、まあね、まあ、ちょっとね欲しいなっていうところはあるんですけど、まあデレストが優秀だったりとかね。で、まあ肝心のね、この新カード一体何がエロいんだというふうに思う方もね、まあいらっしゃるとは思うんですけど、まあ僕個人的にはまあ当然ね、そのエロいなって思ったんですよ。っていうのが、その永井ちゃんチュロス食べてると思うんですけど、これなんかね、なんかこのチュロスがね、ちょっとそう見えちゃうんですよね。まあ、そう見えちゃうっていうのはもう察してください。うん。で、まあね、まあ持ち方がちょっと優しめであったりとか、もう非常にね、なんかそういうプレイの時もね、こういう持ち方するのかなとか思ったりとか、そんな妄想を、しちゃいました。ただね、この永井ちゃんね、まあそういう風に見えてて、まあエロいなっていう風に思ったんですけども、やっぱね、そのシチュエーションがシチュエーションだけに、その表情がね、そのあんまりエロくないっていうところ、普通になんかこう楽しんでるっていう感じのね、表情をしてるんですよ。だからエロい表情ではないんですよね。やっぱまあその辺はね、シチュエーション的にまあしょうがないなっていうところなんですけど、まあね、これがシチュエーションによってもうちょっと表情がね、セクシーな感じであればポイント高かったんですけど、まあちょっとね、表情のまあエロくないというようなところで、まあマイナスポイントとなっております。うん。やっぱね、永井ちゃん推しの方にとってはやっぱこういう風にね、握られたいんじゃないですか。はい、ということでね、まあ僕推しだったらね、間違いなくそう思うな。うん、まあ変態なのもあって、うん、まあね、エロいと思いました。はい、ということで、5位の永井ちゃんでした。さあ続きまして第4位のね、発表になります。第4位に選ばれたのはキャッチャーです。はい、キャッチャーで選ばれたのが、はい、こちらの千葉さんでございます。はい、もうね、まあ、水着のシーンですね。これ去年の水着かな。うん、確かそうですよね。水着のシーンですよね、 SR の。うん、でなんですけど、僕ね、この千葉さん見て、まあ最初から思ったことなんですけど、まあね、水着なんですけどパッと見ね、これここ胸の部分なんかね、肌に見えちゃったんですよ。水着じゃなくて、なんかね、この千葉さんが召してるこの水着ってなんか素肌になんか近い、ちょっと似たような色してて、なんかエロいなっていう風に思っちゃったんですよね。うん、まあ水着を着てるからエロくもなんともないんですけど、ただね、これそういう風にその肌に見えてしまった、だから要は早い話ノーブラに見えてしまったような状態なんですよ。うん、これなもんでね、これをもうもうね、そういう風に細目で見たらなんかもう素肌っぽく見えなくもないんですよね。うん、だからね、そういう風に見てしまうと、もうノーブラ状態ですから、もう完全に何も召していない状態で、そのこのシャツ1枚だけで羽織っているような、まあ、状態だもんで、まあ、そういう風に見てしまうとすごいエロいなっていう風に思って、うん、まあね、多分ね、そう思った人いるんじゃないかな。これなんか水着っぽく見えねえみたいな感じで、まあまあね、もう細かいこと言えば、これまあ素肌、水着じゃなくてもうシャツ1枚しか羽織ってねえよっていう場合はビーチ具が見えるんですね。うん、まあビーチ具が見えるんで、まあそもそも見えてないから、まあそういう風に捉えようもねえよっていう方もね、まあそういう健全な方は、まあそういう風に思うかもしれませんけど、僕はちょっとね、そういう風に捉えてしまったというところ。うん、まあね、これね、エロいんですよね。うん、そもそもね、水着って強いんですよ。うん、エロいのが多いっていうか。うん、なので今回、まあ、今年ね、まあ、あと夏がね、迫ってますけど、ちょっとずつで、どんなね、ちょっとエロいシーンが出るのかっていうところをね、期待しております。赤月さん頼みますよ。去年の花山ちゃん以上のね、エロいシーンをね、ちょっと出してくれると僕は嬉しいです。はい、ということで、まあ、千葉さんのちょっと水着が水着っぽくない、もうシャツ1枚でしか羽織ってないように僕的には見えるという点で、4位にさせていただきました。やっぱりね、先ほどの永井ちゃんよりかはエロいかなというような感じですね。はい、ということで、4位は千葉さんでございました。はい、では続きまして第3位のね、発表になります。第3位に選ばれたのは、投手カードです。はい、投手カードで選ばれたのが、はい、こちらの、花山恵美ちゃんでございます。
はい、もうね、これ実装された時はね、もうだいぶねエロいなっていう風に思った方いらっしゃると思うんですよ。でね、これね、まあ僕的なまあ見方、まあいろんなね、そのエロの見方をね、そのした方もね、多分いると思うんですけど、まあ僕的なそのエロの見方としては、これね、もうね、着衣セックスが終わった後みたいな感じのシチュエーションに見えちゃったんですよ、僕は。うん。もうね、この表情といい、まあこういう着崩れ感といい、もうね、アニマルビデオでね、もうね、見てきた人多いと思うんですよ。うん、だってもうアニマルビデオのもう本当最後のもう数十秒ってのでのその女優さん終わった後、まあ本番が終了した直後の女優さんってこういう感じじゃないですか。はい、まあね、これ本番の最中として捉える方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですけど、本番の最中ってもうちょっとね、表情が表情に出てるんですけど、これはなんかね、もう終わったようなことが済んだような感じのシチュエーションだなっていうふうには僕は思ったんですよね。うん、まあね、ほんとね、もう着衣セックスでしかないですよ、これは。うん。まあ着衣セックスのまあね、魅力っていうのもね、まあいろいろありますけども、うん、まあね、やっぱね、そういうこの着崩れてる感じがね、またエロいんですよね。うん、でまあね、これインナーのね、から越しに見えるこのおっぱいの形もすんごい大きいし、うん、花山ちゃんってね、そもそもね、バストサイズって結構ありますから、うん、でやっぱそういうのもあって、でこういう表情とかシチュエーションがめちゃくちゃエロいんですよ。もうアニマルビデオをもう見てきた光景ですよ、これは。うん、やっぱりね、そういうね、シチュエーションをね、我々男子はね、見てきたと思うんで、やっぱそういうのがね、鉢内で現れちゃってるみたいなところがエロいですよね。うん、はい、これね、もうなかなかエロくてね、好きなシーンカードなんですよ。うん、花山ちゃんの UR とかね、もし使うことになったらね、こういうのつけたいところではありますけど、うん、好きんでね、うん、エロいんで、この表情がずっと見れるっていう。はい、という感じで、まあことが済んだ後のような感じでエロいっていうところで、花山ちゃんをサインにさせていただきました。はい、ということで、続きまして第2位のね、発表になります。はい、第2位に選ばれたのは内野手です。はい、内野手で選ばれたのが、持ってません、まだ持ってませんけど、野崎ちゃんでございます。はい、こちらね、お小遣い、でね、交換できる、5万円とかでしたっけ、で交換できるね、マシンカードなんですけど、エロいシーンランキングでもね、これ入ってたんですけど、もう強いですね、これは。これはね、エロいんですよ、僕の中では相当。うん、まあね、まあ普通の人がね、もう分かんない人が見たらね、まあなんのこっちゃなんですけど、まあね、察しのいい方はね、察しがいいんじゃないかなと思います。はい、っていうのは、まあね、これもね、アニマルビデオでね、よく見てきた光景だと思うんですけど、これはね、もう完全にホニャララチオをしているシーンですね。はい、もうね、そうでしか見えないですね、僕は。うん、なんかで、だいぶね、でもね、いると思うんですよね、そういう風に見えちゃった人。うん、だからね、僕もね、やっぱね、僕はそういう風に見えちゃいました。うん、でまたこれね、表情もエロいんですよね、なんかそれっぽくて。うん、なんかまあね、5位の永井ちゃんはもう表情がエロくないっていうところで、うん、なんですけど、これはね、もう完全にね、表情もなんかね、そういうアニマルビデオで見てきたシーンとマッチするんですよね。うん、まあね、そう、まあね、ほんとね、野崎ちゃん推しとかはね、もうたまんないんじゃないですかね、これはね。もうこういう風にね、されてみたいでしょう、絶対。絶対幸せな気分になるやつ。もう野崎ちゃんみたいなね、プロポーション抜群みたいな女の子にね、まあ、こんなことされたらね、うん、すごいでしょう。うん、誰でも幸せで、推しじゃなくても幸せだと思うな、これは。うん、はい、ということでね、まあちょっとね、まあ2位に選んだ理由としましては、ちょっとね、このシーンカードそのものがなんかホニャララチオをしているような風に見えるというところで、まあすごくエロい、もう18禁クラス、もう見方によってはもう相当18禁クラスな感じがしてね、2位にさせていただきました。
はい、でね、まあ第1位なんですけど、次第1位に発表に行く前に、いつもはないんですけど番外編、あのね、もうキャラが被ってるがゆえにちょっと順位には入れられなかったというね、ちょっとシーンがありますんで、そちらの方もねちょっと語っていきたいと思います。はい、でその番外編のそのシーンカードっていうのが、UR の、花山恵美ちゃんでございます。はい、あの3位にもね花山ちゃん選んだんで、まあね、できるだけねそのキャラは被したくないので順位で、うん、できる限りね、うん、被したくないんで、ちょっとその関係でちょっと選ばれなくて、まあね先ほどの3位の花山ちゃんの方がちょっと18金っぽいなっていう感じが、したんで、まあね先ほどの方を選ばさせていただきました。でこちらはね何がエロいかっていうと、もうねバットのその握り方ですよねこれいやもうね僕ねもう最初からこれも思ったんですけど、握り方がもうね完全にもう物を握ってるような感じの握り方してるんですよねはい、あのねまあねこれもねもう先ほどから言ってるそのアニマルビデオでもね、僕がねもう過去に見たアニマルビデオの中でもこういう握り方してこすってる女優さんとかねいたので、ちょっとねこれを見た瞬間あって思っちゃいました察しちゃいます、なんか察したっていうかね、なんかね思い出しちゃいましたはい、うん、こういう感じで握ってる女優さんいますからね、そういうビデオでだからねそれだもんでね、このね握り方だけなんですけど、もうねそれがねまあエロいなって思って、うん、まあねエロいんですけど、ちょっと順位にはちょっと入れられなかったというところで、軽く紹介させていただきました。はい、ではね、まあそんな感じで第1位のね発表に行きたいと思います。はい、第1位に選ばれたのは、内野手です。はい、内野手、はい、内野手で選ばれたのが、はい、持ってませんけど、ニッタちゃんでございます。はい、まあこのニッタちゃんね、お小遣いかなんか確か交換所で最近なんか交換できたような気がするんですけど、うん、比較的最近で、まあ僕交換してなかったもんで、まあ持ってません。はい、でね、肝心のね、まあ、このシーンカードね、まあますます意味がわからんなっていう方がいらっしゃると思うんですけど、何がエロいのみたいな感じで多分思う方がいらっしゃると思うんですけど、これね、そう僕からしてみるともう相当エロいですね。うん、もうね、先ほどのねちょっとね、野崎ちゃんとはね比べ物にならないぐらいのエロさだなっていうふうに思ったんですよ。はい、まあどういうことかと言いますと、もう百聞は一見にしかずというところで、見てもらいましょう、こちら。はい、もうねこの部分ですよはい、もうこれはねすげえなーって思ったんですよね。うん、まあね完全にこのまあほうまあねほうきなんですよ、ほうきなんですよ、ほうきにまあまたがってるだけなんですよ、またがってるだけなんですけど、このショットをねこういう感じで拡大してしまうと、これはちょっとね女性が一人エッチの時のまあ大人のおもちゃですよねはい、まあね電動であったりディルドであったりだとか、まあそういう感じのちょっとおもちゃに見えてしまうんですよ。でそのおもちゃをねこんなね外で堂々と中に突っ込んでるんじゃねえかっていうところにの妄想そこがもう最強にエロいんですよね。でねこれねまたいいのがねスカートでねその入ってるところを隠しててもう本当に入ってんだか入ってないんだか分かんないんですよ。でそのねなんかじらしがねなんかすんごいエロいんですよこれまた。うん、もちろんねそういうものを使っているというね妄想の体ですけど、うん、それがねめちゃくちゃエロいんですよ。うん、こんなもう JK がねまあ外で真っ昼間の外でこんなのこんなおもちゃをね使って遊んでるなんてねもうねけしからんという言葉だけではねもうね物足りねえんじゃねえかっていうぐらいエロいんですよねこれ。うん、やっぱねこれ最強にエロいよな。うん、いやもうねこれ以外考えられなかったですね1位は。うん、まあもともとそういうねシーンっていうのは僕の中でもそういうエロいのを持ってたとしても持ってしてもそういうシーンって少ないんですけど、もうぶっちぎりだよねっていうところですよねこれ。うん、
まあ新田ちゃんのその推しの方とかと、まあそういうふうにその見た場合、まあそういうこういうふうに、ね、僕と同じような感じで見てるた人がいるかどうかは分かりませんけど、多分そういうふうに捉えたら相当嬉しいんじゃないですか、新田ちゃん推しの人とか。うん、これはちょっと破壊力抜群だよなっていう感じで、もうね、もうほんとね、先ほどから言ってるアニマルビデオで見てきたやつそういうまあね、一人エッチのシーンでその喜ぶね男性の方っていうのももちろんいますから、なんならそういうジャンルもありますからね。そういうおもちゃを使ってだったりとか、まあ指でねそういう遊んだりとかもね、すると思うんですけど、まあこのシーンの場合だとそういうおもちゃをね、そのまあ真昼間の野外でね堂々という使って遊んでるっていうね、そのところにね最強にエロいなっていうふうに思った次第でございますけども、はい。まあね、そんな感じです。うん、1位の、新田ちゃんでございました。めちゃくちゃエロいです。うん、もうね、お小遣い交換してなかったのがね、ちょっと残念なんですよ。はい。まあ次来たらね、ちょっと交換しようかなと思いますけども。はい。ということでね、エロ系ランキングね、まあ18禁、まあ僕がね、そう見える、18禁ショット、ベスト5上げさせていただいてきましたけど、はい。なんか最近ね、ちょっとね、エスカレート気味の発言であったりとか、まあそういう企画内容とかであったりしますけど、まあね、ぼちぼちね、ちょっとね、一回ね、そのエロじゃないやつもね、ちょっとやりたいんですよ。うん、最近なんかエロばっかだった気がするんで、ランキングも。エロばっかな気がしたんで、ちょっとエロじゃないやつのもね、僕出してますんで、そういうのもね、ちょっと一回挟みたいなって思います。うん。まあね、エロのランキングもね、まあリクエストいただいてるのも一応ありますんで、まあその辺の消化も、することもね、視野に入れつつ、またね、ランキングの方はね、やっていきたいと思います。それでは今日はこんな感じで締めたいと思います。バイバイ。